レブレイトソングが最高峰です。さあ各馬が残り800を通過、これから3コーナーをカーブしてまいります。先手を待っているのは3番ダノンフォワード、ダノンフォワードリードは4分の3馬身となって、現在2番手順は13番のジョースターライトが詰めていきました。ほぼ並んでいって 3,4 コーナー中間600はすでに通過、そして動いていった2番のサンライセナがじわーっと位置を上げていきました。そしてその後方から内4番のミスフリオースは現在 4,5 番手をキープ。第4コーナーカーブからさあ直線残り400を今通過。さあ前の争いですがダノンフォワード先頭だ、3番のダノンフォワードが先頭だ。そして外に持ち出したサンライセナ、サンライセナ、そして連れて上がっていった7番のアドマイヤビクターが伸びてくる。サンライセナとアドマイヤビクター残り200を通過した。うち応戦する3番のダノンフォワードだが、今度は抜けたアドマイヤビクターが先頭に立った。内からエイコーン、内からエイコーンが2番手伺って上がってくる。先頭は7番のアドマイヤビクター合流、2着は8番のエイコーン、3着争いがどうでしょうか。サンライズ背中あるいは3番ダノンフォワードか。